どうも国尾です。本日は2020年、えー、と3月の15日ということになっております、えー。ものすごく思い入れの強いミュージシャンを今日は取り上げたいそういうふうに思っております。尾、えー、崎豊さんについて少々お話ししたいそんな日です。なぜこの日かと申しますと。 今から36年前ですね。もう僕はそれは覚えていませんし、その時に尾崎豊さんを存じ得ておりません。えー、と新宿ルイードという場所で、えー、と彼がデビューライブを行う日、それが36年前の本日であります。1984年3月15日でございます。まあ、あ個人の話から 行かせていただきますと正確に僕は尾崎さんの作品を知った日時タイミングというのはもう記憶にございません、えー、音楽を聴き出して中学生だったとは記憶しておりますけれども音楽を聴き出してああこの曲いいなというふうに思う曲ってたくさんあるんですよね でもちょっっととそういうういのとは種類が違う作品だった気がしていますただ一つ後でついつまがあって覚えていたのは夜のヒットスタジオに出ていた尾崎豊さんこれ生で見てたんですね今振り返ると僕小学生ですね6年生だったかなうんそれがすごく印象に残っていて その人と後に「アイラブユー」ダンスホールを歌う尾崎豊が結びつかなかったです、まあ、僕は敬愛をあと親しみを持って、えー、と話している中に尾崎尾崎豊という表現が出ると思いますけどもそれを使い,使いたい、えー、そういうアーティストですまあで尾崎、えー どういったふうな形で最初の作品から僕が聴いていったかまずはこの17歳の地図のお話からスタートしたいと思っております。お付き合いください。このアルバム僕は中学生かなで聞く,聞くわけですよ。今までのどの作品とも違う感情になったのを覚えてます。 はあ、これちょっと話が僕尾崎さんの話はね気持ちが入っちゃうんですようーんなんかね誰も誰も言えないですこういう景色あと心うーんなんでこの人はこういう表現できたんだろうね でもえー、っと多分同じようなことになるから続けますけどえっとね子供なわけですよ中学生って。で子供ってなんでど子どもって言われるのかなとか大人ってなんで大人なんだろうかなっていうのは、まあ、考える時期なんですよね。はあ。 ちょ,ちょっと待ってねうんああ花粉症もあるんだけどさちょっと待って考える時期 まあそこでちょっとね出会っちゃったというか聞くようになるわけですけどまあ心に刺さりましたねもうどの曲があって言えないかもしれないうんああこれもう取れないな まあちょっと機会を改めるかもしれないですけどあのライブを見に行くというのが音楽の聴き方で僕は届く中ではベストだと思いますうん尾崎さんのライブは生で見ることができなかったけどまあ映像はねたくさん さ,みさせていただいて子供だったですからうんお会いしたかったですねすごく影響力ある人ですなん,なんて言っていいのか分かんないけど ライ,ライブがね、アルバムめちゃくちゃいいんですよ。でもね、ライブ映像確か見たんですよ、僕。ラスト・ティーン・ジャー・ペリアンスかなんかの、これも放送やってたのかな。ね。なんか、どんなスポーツより、どんな格闘技とか、あまあ、なんでもいいんですけどね。 よりねアスリートなんですよねアスリートとも言えないなこれはもう言葉間違いそうだななんかフルフルスイングっていうのももう言葉が安くなってしまうんですねその日その時になぜこのテンションで。 うんこれしかない表現で届けられるのかなと過去の作品がまあ全く過去にならないしなんか言葉が宣伝研ぎ澄まされていて音楽だということは忘れます五崎がいるな もう先輩方でライブを体感されてる方たくさんいると思うんですけどちょっと待ってねあ入ってきてえと今でも撮影してるからちょっと入ってきたらあの静かにしてくださいすいません 今日イベントがあって、ね、ちょっとこれ後で編集して俺出すよ、うん、でも今日出さないといけないから多分このままになっちゃうかもしれないけど気苦しくて申し訳ないえー、っとああこれを体感してる先輩これ尾崎豊さんのライブを聞いた先輩連中というのはなんか羨ましいというのもまたちょっと体感がねそれぞれによってて 物語が違うと思うんで体感が違うと思いますけど先輩連中というのは僕とは多分見方がまた違うはずなんです僕は子供だったってことですよそれでこういう作品を聞くことによって出来上がったものっていうのが世の中では必ずしもベストじゃないっていう気持ちになる でその日その日というのが大切ってわけじゃないけど手を抜いて生きていると見えない景色出てくるぞとなんかそんなことを教わった気がしますねえっ、ー、とね作品の話でちょっとできるだけしようか「まあ、17歳の地図」というアルバム これ女性だとどう聞くのかはすごく分かりにくいんですけど男性で子供で聞き出したら話の内部という部分彼が尾崎が、えー、っと語っている話の内部という部分はもう関係ないんですね不思議ですもうじ自分として聞けます 全然シチュエーションが違ってもんなんていうか話の中心に自分がいなくてもなんですけどそこが見えてくるのがとても不思議な思いをしたのを記憶しております。<laughs> えっとちょっと本日は、えー、私のこの撮るタイミングが <laughs> 微妙だったためにたくさんの話ができない、えー、っと時間になってしまいましたけど。 また改めて調子切り直してえ尾、ー、崎豊尾崎の話をしたいと思っております今日3月15日デビューライブの日だったということでえー、っと一つ撮らせていただきましたあ最後にライブミュージシャン音楽のライブの場所ってのはどういうことかっていうことを付け加えて、えー、締めたいと思っておりますこれはもう避けるわけにはいきません ライブハウス今相次ぐ中止が続いておりますもし36年前尾崎豊さんのデビューライブの日この日が中止になっていたら尾崎豊という物語は全く違うものになったでしょうまあ卒業式の日にデビューライブを行うもともと卒業するはずだった尾崎豊高校卒業するはずだった尾崎豊がその日にライブを行う そしてて同級生だった人たた人ちが身に駆けつけつと聞いております僕にとってライブハウスという場所はおそらく日付が一つずれれば意味が変わるそこに集まる人たち予定している人たちのその時の思いが一日ずれれば形が変わるそういったものを多く見てきました残念ながら尾崎豊さんのライブは見えなかったけれども ライブハウスという場所、そしてエンターテインメントとは何かというのを見つめ直すそんな日にしてみても面白いのではないかと思い今日は締めの言葉とさせていただきます尾崎豊さんありがとうございます見てくれてる皆さんもし知らなければ少し尾崎豊ライブなんていうワードで検索してみたりして、えー、国は何を言ってんだよというのを 調べてくれたりしたらちょっと偉そうだけどねなんか後で概要欄載せますよそういうのを見つめてくれたりしたらえー、っと嬉しいですじゃ今日はこの辺にしましょう2020年3月15日クニオでしたまたお会いしましょう